どうも、ブルーンビューティーバーの小西とゆきです。今回のご相談は10代男性の方です。本当は漫画のみたいな恋愛したいけど女子とうまく話せません。どうしたらいいですか、とのことですが、どうですか？まず切り離しておきたいことがあって、漫画みたいな恋愛はほぼ存在しません。で、それに憧れちゃうと結局付き合ったところでこんなはずじゃなかったみたいになるのね、だから漫画は作り話であってファンタジーなんですよ、本当に、そんなことまずないからっていうことをまず念頭に置いといてほしいのね、で、女子と話すのはまあ苦手な人も多いからね。特に10代ってその思春期になると、小学校の頃までは話せたのに、なんか中学高校になったら途端に話せなくなったとかさ、そういうこととかはあると思うんですけど、あんまり恋愛したいとかっていうのよりは友達作ろうみたいな感じでいた方が楽に話せるかなと。学生ですかね、10代ならね、そしたらなんかやっぱりクラスとか学校とかの行事とかってあるじゃない、今ちょっとコロナで潰れやすかったりもするのかもしれないけれども、そういう行事の時にちょっと仲良くなりやすいことは結構あるからね、だからそういう時になんか男子だけでやらなきゃいけないものっていうよりは、女子と男子一緒に合わさってできるものとかに参加したら結構話すきっかけっていうのはつかみやすいかなと。ですね。まあ漫画みたいな恋愛はかなりハードルが高いですからね。ないよそんなの。そこはもう切り分けることが大事で、友達から勧めるぐらいの感覚がいいってことですね。そうですね。はい、じゃあぜひ参考にしてみてください。じゃあこういった形で何か相談したい方いらっしゃれば、年代や性別も書いて気軽にコメントしてみてください。それではブルーンビューティーバーの小西とゆきでした。